限定ハラスキッパーってなんだろう。すごい品数が多い。へそホットスモーク、鮭1尾しか2つしか取れない。あ、すごい珍しい。鮭がまたいろいろ。限定のおにぎりも大きい。
これが塩ソフトクリームです。はい、というわけで買ってきたのがこちらの、7品ですね。こちらがね珍しいんですよね。へそホットスモーク、北海道産の鮭の腹びれの付け根に当たる部分で筋肉質の締まりの良い食感は1尾しか2つしか取れない貴重な一品ですってことなんですよね。初めて食べるんですけど、こちら気になったのと、あとこちらですね、鮭のルイベ漬けとサーモンオリーブ、こちらね2種類入ってたので買ってきました。こちらが海鮮マリネです。そしてこちらはホットスモークサーモンですね。でこちらは鮭っぴマヨネーズ味ですね。でこちらは開けてからのお楽しみの秋鮭弁当です。でこちらです、見てください、これめっちゃめちゃ鮮度がいい。このね鮭真っ赤でね、すごい綺麗。今からね早速こちらをね焼いていきたいと思います。はい、皆さんこんばんは、ひめりんごです。というわけで今日は石狩市、北海道石狩市の鮭ファクトリーさんに行ってまいりました。おかげさまで突然行ってね、撮影許可が出たのでいろいろ映させてもらったんですけど、まあ悩みましたね。で石狩といえば鮭ということで、今日は鮭尽くしで飲み散らかしたいと思います。ではでは一発目行かせていただきたいと思います。ということで今日も一日お疲れ様です。乾杯。しみる。今日はね往復ね何時間でしょう、5時間ぐらい私運転してきたので飲ませていただきたいと思います、とことんね。ではでは料理をね今焼いて、鮭焼いてきたのでぜひ見てほしいんですけれども、こちらでございます。はい、じゃーん、こちらです。今焼きたて甘塩鮭です。どうですかこのテリテリ、脂が乗ってる。ちょっとね早速、うわお、ちょっとね熱そうだけどね食べちゃおう。ではでは、あーすごい真っ赤、真っ赤。ではいただきたいと思います。おいしい。はい、そうしましたらこちらですね、お弁当数量限定だったそうなんですけど開けてみたいと思います。すごい綺麗、イクラも入ってますしね、こちら見えます、イクラサーモン、わすごい贅沢。こちらもね早速いただいちゃいたいと思います。ちょっとねわさびをつけていただきたいと思います。とろける。こっちもね鮭で、うわ大きい、見えます、すごい。いただきます。これで800円、これで800円です。
うん、美味しい。でこちらが先ほど写したねマリネ、今あのちょっとあのレタスの上に乗せてね持ってきましたけど、ホッキ貝、タコ、エビ、あとなんだろう、イカ、もういろいろいろんなものが入ってますね。まずじゃあこちらタコちゃんからいきたいと思います。柔らかい、うん、おいしい。いかいか、うん、もうこうなったらね日本酒欲しくなりますね、日本酒ね。ではでは開けさせていただきます。北海道の男山いきます。ああいい感じ、いい感じ。お父さんにね、はい、では乾杯。ああ美味しい、合うね。ではではこれ、これですよ。もう初めて見た。へそホットスモークね。先ほども言ったけど、副びれの付け根にあたる部分ね。1尾から2つしか取れない貴重な一品ということなんですけど、こちらね、どんな味するんですか？軽く温めてきたんですけど、こんな感じですね。行かせていただきます。スモークで、ちょっとこぼれがあるから気をつけてくださいって書いてあるね。うん。おいしい！うわぁ、これはご飯にも合う。うん。ちょっと塩加減がちょっと強めで、ご飯にも、つまみにも、こういうちょっとこぼれが入ってますね。うん。うん、おいしい、おいしい。うん。どんどん進む。これもね、お肉に見えますけど、サーモンです。ホットスモークサーモンということで。もう、見てください。この切り方ね。ちょっとじゃあ、小さいところから行かせていただきます。美味しそう。うん。絶対酒でしょ、これ。うん。酒のつまみ、うん、すごい美味しい。このボリュームで800円、うん、これは一日で食べなくても大丈夫なので、ゆっくりね食べたいんですけど、なんかね使い用途がありそう。細かくして鮭なのでチャーハンにしてもいいかなと思って今思いました。ちょっと、うん、こちらも気になってたんですよね。これ鮭のルイベとオリーブサーモンいきたいと思います。あ、フィルムがついてる。これはね多分ご飯とか日本酒なんでしょうね。じゃあルイベ、これね一生に一度は食べたい品も、なんか品って書いてあったんですけど、私たち初めてなんですよね。これイクラと一緒にね入ってるんです。これイクラ、うん、いただきます。うまい。鮭の甘みとねイクラのプチプチっていうあの食感と塩加減、イクラのすっごい合う。なんかもったいないからチビチビ食べたいやつ。で今度は鮭のオリーブ漬け、私大好きなんでね鮭も。うーん、スモークサーモンみたいな感じ。うん、おいしい。そうだね、この全部の品物で5000円使いましたけど、あのほんとおいしい、最高。
とことんね、今日は飲み散らかそうと思って、お酒も買ってきたので。いい当てになりますね。本当に最高ですね。この酒っぴた。かわいいマヨネーズ味。これもちょっとなんかビールに合いそうだから先に食べたかったんですけど、ちょっとこれ、ねえ。秋味の皮をカラッと揚げましたってことですので、開けちゃおうかな。じゃーん。皮も美味しいんですよね。パリッとしてね。いただきます。これ美味しい。もっと買ってくればよかった。うまい。うまい。マジうまい。ねえ。あ、でも美味しい。すごい美味しい。わー、これはちょっとやばい。こちらね、今日は佐藤水産のね、酒ファクトリーさん行ったんですけど、もうなんせね、ホッケもあるしね、ニシンもあるし、イクラもあるし、鮭は並んでるし、お惣菜はあるし、まあね、お金がいくらっても足りないぐらい、全部欲しい。あとね、すいません、うちの主人からね、カニもありました。もうそれだけじゃないです。いっぱいあります。本当に。ね、もう全部欲しいもの買ったら何万とか何十万になっちゃうから怖いので、今日はあえて鮭だけにしました。鮭だけにね、今度またね行ったらね、いろんなものをアラカルトに買ってね、焼いてね、焼いてみたりねしたいなと思ってますね。これ今から秋のシーズンは鮭なんでね、もうイクラとかもねまた買いに行きたいなと思っています。すごい美味しい、最高。まあ、なんて言ったって安いですよね、やっぱね、北海道ならではの金額なので。全部ではでは、ホッキ貝をね、ホッキ貝とイカもつけちゃって美味しい。このマリネもね、イカもタコも全部柔らかい。うん、ということで、こちらモベントプロセッコシャンパンね、これを飲むんですよ私は。今マリネと言ったらなんかね、このオリーブ漬けのやつがすごくシャンパンと合うかなと思ったら、ビンゴ。これ開けてもらえますね、うちの旦那さんに。私、チャンネル登録者数6000人いきましたので、今日は2人でお祝いということでシャンパンをね、主人に買ってもらいました。高くはないシャンパンですが、行かせていただきます。うー、すごいびっくりした。今犬が一番びっくりしたかもしれない。おー、お父様もじゃあね、すいません、私ワイングラス全部割っちゃったんで、お父さん普通のねコップで。はい、ということで、じゃあサンドイロン乾杯。うめー、やばい、これはやっぱマリネかな。北海道はいいですよやっぱり。ホタテも入ってる。食べる食べる。これ美味しい。もう数量限定に弱いのでね、行かせていただきます。美味しい、とろける。はい、ということで、ちょっとすいません、もうまあ本当にお腹いっぱいで、お酒が入らなくなっちゃうので、ちょっともう入って十分飲んでるんですけど、ちゃんぽんしちゃったので、まあ今日ね、
行ったところは石狩市、北海道石狩市の鮭ファクトリーさんです。もしよければお近くの方は行ってみていかがでしょうかね。本当にいろんなね品揃え豊富で最高にね、もう楽しかったですね。お買い物を久々にしたような感じがして、うん、まあ、今日はね鮭に、ターゲットを絞ってピンポイント鮭にしてお買い物したんですが、私たちは本当さっきも言ったように次回はアラカルトにねいろんなね魚とか瓶詰めとかもういろんなものがあったので、またチョイスしてね飲み動画やっていければなって思います。またね近々行きたいなと思ってますけれどもね、最後までねご視聴ありがとうございます。まだまだね飲みますからね。さあ皆さん今日もありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ゆめりんごでした。